それではですね、クワガタの折り方をレクチャーしたいと思います。完成形はこんな感じになります。はい、夏の風物詩ですね。はい、ではクワガタの折り方をレクチャーしたいと思います。はい、ではまずですね、折り紙を半分四角く折ってください。この際にまあ折り目をつけたいだけなので軽く押さえてもらえば大丈夫です。はい、これを十字にですね、十字になるように、どちらも縦横軽く折り目をつけてください。はい、十字の折り目がついたところで、今度は内側にですね、内側に折ります。これはちゃんと折り目じゃなくてきっちり折っちゃって構いません。はい、こんな感じですね。はい、でここまで折れたら次はですね、このまあ下半分でも上半分でもいいんですが、半分同じく中央のまた線に合わせてこのように半分折ります。はい、でこの状態のままですね、今折って厚くなった方、分厚くなった方を持ってそのまま、三角で三角の形になるように折り目をつけます。これも折り目なのでそんなにきっちり折らなくて大丈夫です。これを左右同様にですね、両方同じく折り目をつけてください。はい、こんな感じですね。はい、このバッテンの折り目ができたところで、今こう重なってた方ですね、重なってた方を開きます。開いて、このようにはい、お家の屋根になるような感じに、袋開きします。はい、これでですね、折ってしまって構いません。はい、こんな感じですね。はい、で、この開いた状態で今度はこの耳の部分ですね、屋根の部分を、そうですね、ここの四角の、3分の1ぐらいですかね、あ、じゃあこの真ん中の線の、線から1センチぐらいのところでですね、このように、上へ向けております。はい、この真ん中の線から1センチぐらいですね、1センチぐらい見えるぐらいの感じで、同様に右も左も1センチの感じで折ります。はい、これがクワガタの角の部分になります。はい、でこれを裏返します。今度は、はい、裏返しましてですね、この上のこのバッテンと横が線が見えると思いますが、横の線から1センチぐらい上ですね、こう下から持っていって1センチ上ぐらいのポジションに、折り上げます。はい、大丈夫でしょうか。でですね、このようになったら今度はまたこれを裏返して、で、今度はですね、この角ですね、角がこの顎のラインに合うように、全体的にこのようにです、細長く、若干厚みが出てきたので、まあ、ぎゅうぎゅう押さえながらですね、はい、このように、はい、先の部分がこのラインに合うようにですね、はい、折ります。で同様に逆側も、同じラインの同じような太さでぎゅうぎゅうと折ります。はい、大丈夫でしょうか。もうここまで来るとね、ほぼ完成なんですが、最後の仕上げに、この下の角ですね、この下の角の部分を三角に、折り上げてください。今折って分厚くなってるとこの幅と同じ感じですね、
分厚くなっているところをさらに折りづらいところを角を三角に折る感じになります。はい、ぎゅうぎゅうと押さえて、はい、このように角が面取れれば OK です。はい、これでですねクワガタの出来上がりと、はい、なります。色違いもいいんじゃないかなと思います。はい、ではクワガタの折り方は以上です。